ビンカーやプロペラの音をお手元様にご案内します。この場所には各車両に2番通知番がございます。1号車と5号車は20番の奥付き、1号車と5号車は20番の奥付き、2号車、3号車、4号車は22番の奥付き、2号車、3号車、4号車は22番の奥付きをご利用ください。なお、走行中に荷物が動き、ドミンカーが倒れないようお気をつけください。合わせまして、乗りの際は踊り違わないようにご注意ください。この列車は15分とのお知らせ、真ん中14時50分、終点高崎には15時18分のお知らせ。お客様へお願いいたします。窓から大きく手や顔を出せますと大変危険ですのでおやりください。次は温泉石碑号発祥の地、日の出に止まります。それでは別の列車の旅を心ゆくまでお楽しみください。全国
いや、どいてどいて。市はだるまの生産日本一を誇り、年間約130万個が生産されています。また高崎市民から観音様として知られる高崎伊達井大観音は、群馬山を過ぎて原市側の橋を渡るところ、進行右側の山の上にございます。山の上は静かに見えます。ここから町を登っていくのは高崎群馬山の
とご利用のお客様などを一度 JR 古町を出まして0番線からもお泊まりください。皆様、SL の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。まだまだ大変な時期が続いていますが、さらに皆様にお会いできることもあるので、スタッフ一同楽しみにしております。最後に皆様の時は一度でも服が増えていることもありますので、今日しっかり洗いましょう。写真の精度を下げるお客様。